ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は白石じゃない飲食店を紹介します。今度も白石じゃないんだぜ。唐揚げが食べたい。直球なんだぜ。こうなったら、あの店に行くしかないのよ。ついていくんだぜ。ゆっくり地元じゃない飲食店紹介。本日紹介するのは、唐揚げ専門店千鳥夏見台店です。唐揚げ専門店なんだぜ。昔は、ホットモットがあった跡地に建てられました。続けて、飲食店なんだぜ。店内はこんな感じ。注文待ちの椅子と、カバンに入れるため作業机のみで、店内では食べれません。持ち帰り専門なんだぜ。メニューはこんな感じです。唐揚げは、125g で 125g 単位の刻みで購入可能です。味も、ニンニク醤油、さっぱり塩で選べます。少しお値段が上がりますが、旨辛味噌味、甘だれ醤油味、チーズもあります。うく主は単品に興味ないので、唐揚げ弁当一択なんだぜ。並で唐揚げ3個475円税込み、中で唐揚げ4個583円税込み、台で唐揚げ5個691円税込み、相乗り弁当も中のみで583円税込み、そのためメニューも、手羽から324円税込み、タルタルソース108円税込み、油淋鶏ソース108円税込み、注文して7分、唐揚げ弁当カッコ台と、タルタルソースになります。上からだとわからないけど、量が多すぎて蓋が浮いているんだぜ。オープン。あれすごく偏っている。これは、うぷ主が、カバンに詰め込んで自宅まで70分歩いた結果だから勘弁してください。カバンから、唐揚げ臭が漏れて大変なんだぜ。これだと唐揚げの量がわからないから別写真だと、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ。こうして並べると、結構な量なんだぜ。唐揚げ除いた、残りはこちら。ライス 400g、ちょろっとパスタ、たくあん、きんぴらごぼう。唐揚げ以外は、おまけ扱いなんだぜ。それでは、いただきまーす。むしゃむしゃ。ごちそうさまです。少し時間が経っていても、唐揚げはジューシーで大変美味しいです。出来たてだともっとジューシーなんだぜ。毎回、台を食べているが、やはり量が多いですね。それでも、貧乏症のうぷ主は毎回弁当カッコ台しか買わないんだぜ。タルタルソースをつけて、頑張って食い切るんだぜ。弁当の蓋には、メニューと、お得なクーポンがついています。500円会計で50円引きになります。1000円会計なら、2枚使って100円引きにできます。この弁当のクーポンのほか、購入時に、クーポン券がもらえます。こちらは、50円割引か、ソースがもらえます。そうか、貧乏症のうぷ主が、タルタルソースなんて高価なものを買っているのは、クーポン券のおかげなんだぜ。バレたか。ただし、有効期限があるのと、500円以上だから、唐揚げ弁当カッコ並では使えないで注意が必要です。営業時間は、11時00分から20時00分年中無休。駐車場も4台ぐらいあるんだぜ。それでは、アリーデベルチ。